はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画ね、これです。じゃーん、当チャンネルのリスナー様、オガシー様からですね、支援物資が届いたので開封していこうかなっていう動画ですね。うん、12月のね、何かと忙しい時期にこうやってね、支援物資発送してくださって本当ありがたいですね。ということで早速開けていきます。オガシー様、ありがとうございます。じゃーん、お、もうすでに何かが見えてますが、じゃーん、お、これはちょっと開けないでおきますか。バーン、お、なんだろう、これですよ。もう遠慮なしにちょっとこれ開けさせていただきますね。わー、いいね、このもう時代を感じさせるパッケージ。じゃーん、出た。おー、すげー、これです。コルトダイヤモンドバッグね、マルシンのメタルキットシリーズです。わあ、いいね、これちょっと開けますね。ボロボロなんだよね、もう今残ってるものはね。あ、これまだ開けてないじゃないですか、素晴らしい。いいね、これ、ここはマルシンのロゴなのかな。ね、あー、いいね、グリップは木目、なんちゃって木目風にして、こっちはねキャロムのブルース、スチールとかね、そういうのがいいのかな。で塗りたくなっちゃいます、リボルバーなんでね。いやー、嬉しいですね。がまず入ってました。じゃーん、これはね、そのうち、ちょっと色塗ってね、パリッとした感じに仕上げます。またダメージ加工がいいかな、下キラキラに磨いて、でキャロムショットの塗料で塗って、でまあエッジとかね、ちょっとこう落としてってね、そうだね、そんな感じで作っていこうと思います。ありがとうございます、お菓子様。でさらにでかいね、なんだこれは、ズバーン、おおお、これはね、またちょっともう雰囲気からしてやばいっすよ。こういうね、ご愛用者カード在中とかね、こういう文言で、ね、スポーツ銃とかもう昭和レトロなんですよ、絶対。絶対っていうかさ、なるほどね、これはまた貴重な香りがプンプンしちゃうぞ。出てきたぜ、じゃーん、お、わかりますか、ファルコン077、すげえ、この入れ物。木目調なんだね、段ボールが。エアピストル、ファミリーターゲットピストルって書いてある。すごっ、すごいすごい、横ね、ファルコン077エアピストル、マスダヤ、マスダヤですよね。すげえ凝った箱だねこれ。18歳以上用、標的射撃銃。ちょっとだけ開けていきます。バーン、おお、バーン、わあ、すげえ、ああ、いいね、すげえすげえ、これはすげえ、おお、これですよね、ファルコンエアピストル。うわ、なんだこれは、すげえ存在感。これターゲットなんだろうね、きっとね。あ、これが足かね。おお、この辺のスポンジはもしかしたらボロボロになっちゃってるかもしんないね。ファルコン共通弾丸、あ、なるほど、鼓弾だね。この弾丸型の透明なケースに入ってる、すごいね。こういうセットがね、昔は多かったですもんね。お、重い、ははー、わー、これボルトアクションってこと、すげえ。これリアサイト、ここでこういう調整なんだよね、すげえ。注意、弾倉の中心の穴をこちら側にして入れてください。わー、すごいねこれ、かっこいい。
もしかしたらここは樹脂かもしれない。バレルは金属だと思うけどな、レシーバーと。買った。もうすげえ。これを引くと、あ、なるほどね、シリンダーが回るんだ、ボルト引くと。うわー、すごい。うん、作動方式的にはオープンボルトっぽい動きをするんだね。コッキングこっちだもんね。やば、これの命中精度とか見てみてえな。中身も気になるね、これ。中身、こんな貴重なお品物が入ってました。僕はね、もう昭和レトロには目がないんでね。うん、まあほら、こういう古い時代の銃ってさ、今のトイガンと比べればね、性能も全然だしあれなんだけどさ、でも味があってね、この時代の。俺だってこれ実物なんて見たことないしさ、ネットでもとね、そんなに見ないじゃないですか。すごいな、よく残ってたねこれ。うん、あのこの辺ちょっとね、傷もあるけど、くすみもあるけど、ちょっと綺麗にしてあげたいなと思います。というお品物が届きましたね。オガシー様提供品です、この2点ね、ありがとうございます。大切にね、動画を作らせていただこうと思います。うん、まあシリアスなノリな動画になるか、おちゃらけたノリな動画になるかは、その時の気分次第なんですけど、まあ僕はチープガンについてはどちらかとおちゃらけていこうかなとは思ってるんですけど、で18禁とかね、そういった路線はね、もう淡々とっていうかね、どっちかっていうと、うん、そういう形で紹介していこうって考えてはいるんですけどね。うん、まあ何かしら、これはねちょっとね、キラッとさせたいですよね、こうくすみがあるとことか。うん、磨くとシルバー出ちゃうかな、わかんないけど、まあいろいろやってみたい。うん、中身も見てみたい。これ初めてだもん、こんなとこにハンドがあるなんてね。これ引くとハンドが上に上がるんですよ、面白い構造だよね。うん、とまあこんな感じです、ね、でオガシ様には、黒猫軍団の団員賞ステッカーね、うちのキラキラなやつも、うん、でこれ新しくするタイミングなんで、これね、金色で新しくなったやつ、これこれです、これこれと、これ新しいタイプのホログラムと、あとこのタイプのシルバーのヘアラインのタイプもあるんでね、セットにしてもう送っておきました。多分明日か明後日ぐらいには届くんではなかろうかと思いますね、という状態ですね。どっかに貼ってくださいという感じです。ということでね、今日はオガシー様に提供していただいたお品物をね、ざっくり紹介しましたけど、またそれぞれね、動画にしていこうと思います。ということで今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつべし、うつべし、うつべし、新しくなったぜ。